日本農業ってこの先どうなると思いますか？伸びると思います。僕は農業で生計立っていますが、先行きが暗いと思っています。なんでだろう。先行きが暗い理由って相対的なもので、割と花形と言われているソシャゲみたいなところって、日本が豊かじゃなくなるとどんどん下がっていくし、金融とかもどんどん下がっていくので、そうすると相対的に農業のポジションって上がっちゃうんですよね、ちゃんとやってれば。人間飯は食わなきゃいけないし、金持ちって食い物にはきちんと金払うんですよね。なので、高くて美味しいものをちゃんと作ってるんであれば、農業は割と安全なんじゃないですか。金持ち相手に物を売る商売は日本は今後も成立し続けるんですよ。ただ、大衆向けに広く薄く、安いものを大勢の人に買ってもらってなんとかなるよねみたいな、牛丼屋みたいなビジネスモデルはなかなかきついと思うんですよね。牛丼屋そのものはきついんですけど、例えば牛丼屋のフランチャイズ権を持ってそれをやらせるっていう、例えばコンビニってセブンイレブンの本社って、セブンイレブンを運営するのがビジネスじゃなくて、セブンイレブンを運営したいですって言ってくるおっさんにセブンイレブンの名前使わせてやる代わりに、お前んとこの売り上げの10%全部よこせよっていうのがセブンイレブンの本業なんですよ。例えば松屋って、松屋という牛丼屋、あそこ直営も多いんだけど、直営自体が目的なのかっていうと、フランチャイズで牛丼を運営させる方が目的で、なのでフランチャイズという形できつい仕事を誰かにやらせて利益をピンハネするっていうのは全然美味しいと思うんですよ。ただ、安い食品を一生懸命頑張って作って提供しますっていうのは今後もきついと思いますよ。